たぬきちチャンネルです。こんばんは、たぬきちでございます。はい、今日はちょっと変わった思考じゃなくて、ちょっとね、手持ちで動画撮らせていただいてるんですけど、もちろん六尺くんどし白を締めております。はい、まあどうでもいいですね、どうでもいいことだと思うんですけども、今日はですね、動画、昨日も今日もちょっとちゃんと撮れてなくて、まあ、昨日はちょっと忙しかったんですけど、今日はなぜ動画が撮れなかったかというとですね、今ね、大掃除中なんですよ、部屋を。すごい散らかってるでしょ。ちょっと椅子をですね、譲っていただいたんですよ、椅子。で、今まで、こたつでね、作業してたんですけど、こたつで。ちょっとそのこたつを片付けて、それプラス、ちょっと机を、椅子に合わせて机をね、新調しようと思ってるんですけれども、その机を置くスペースを確保するために、大掃除ということで、1年ぐらい、ここに来て何年だ？もう、ん？そろそろ1年か。まだ1年経ってないのかな？あれ？まだ1年経ってない？もう1年経った？あれ？ちょっと覚えてないんですけど、もう1年経ったか。1年経って2年目って感じかな。2年目な、まあいいや、そんな感じなんですけど、そうですね、今、片付けております。はい。で、まあ、正直言ったところでですね、引っ越しの時も結構バタバタで、で、引っ越し以降ね、何にも手つけてなかったところが結構出てきて、あー、そうだ、こんなのあったら使わないって言って押し込んでたやつだ、みたいなのが結構あったんで、今ね、開きながら何がどこに置こうかみたいなのをね、今やってるんですよ。なので、ちょっとね、いつも毎日ね、動画投稿するとか言っといて、昨日お休みしたし、今日もお休みってわけにはいかないと思ったので、ちょっと、こういう状況なんだよっていうのをですね、動画撮らせていただきました。で、まあ、これからね、ちょっと片付けて、机を置いてですね、で、なんかこう、ちょっとおしゃれな感じでできるんじゃないかなと。思っていますので、まあ、ちょっと楽しみにしておいてください。ちょっと2、3日ね、まだ、片付けをしていこうかなと思ってまして。今日ね、ライブ配信も多分できると思うんですけれども、ちょっとまた時間が遅くなったりとか、ご迷惑をおかけする可能性がございますので、ちょっとそこら辺ご了承ください。まあ今、絶賛片付け中ということなんで、よろしくお願いいたします。ヒゲが、やばい。近づいたヒゲが。恥ずかしいですね。はい。髭剃ってなかったんでね。まあ、そんな感じで、ね、作業しております。はい。まあね、すごいでしょ。ワンルーム、1K なんですけど。いや、荷物がね、多い。荷物が多い。何捨てたらいいのかがね、正直わかんないんですよね。うん、なんか、日本舞踊の、なんか譜本みたいなやつとか出てきて、まあ、譜本、なんだろう、ちょっと仮の訃報みたいなやつがね、まあ、いろんな資料が出てきて、これなんかもう、使ってないからいらないような、でもなんかこの後、いつか使うかみたいな、いつか使うかもみたいな、なかなか捨てられなくて。いやーねー、もうな、ミニマリズムからはもう程遠い部屋でございます。しかも、ふんどし作ってるし、なんか撮影機材とかも、あるし、で、なんかあんま使ってない撮影機材とかもあるし、でもなんか捨てるにはもったいないようなね、なんか全部メルカリとかで出しちゃおうかなみたいな感じでございます。ちょっとね、どうすればいいんだろうっていうところなんですけど、どうしたらいいと思います？ぜひコメント欄で教えてください。ちょっと狭いっていうか、いや、僕が片付けられないんだよな。本当無駄なものがいっぱいあるんで、ちょっとあんま買わないようにしていきたいんですけど、まあまあね、頑張りたいと思います。片付け応援よろしくお願いいたします。それではいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。もうちょっと片付け続けて、時間になったらライブ配信したいと思いますね。はい。ではまたどこかでお会いいたしましょう。たぬきっちチャンネルでした。バイバーイ。いいね。こうするとさ、なんかそれっぽいよね。こっちにすると暗いよね。いやさ、これだからどっちをね、どっち向けはまだ続くかいみたいな。どっち向きにカメラを置こうかなみたいなさ、なんかいろいろあって、いろいろあってですね。まあまあまあ、だから机のね、置き方とかもね、ちょっと気になるわけでございますよ。まあまあ、どうでもいいんですけどね。はい。ではまたどこかで。バイバイ。